さて続いてはトロンボーンをフィーチャーした作品をお届けしましょう。大きなラッパという意味の名前を持つ金管楽器トロンボーンは15世紀中頃に生まれたといわれる大変歴史の長い楽器です。そんなトロンボーンの最大の特徴は何といっても伸縮自在のスライドでしょう。スライドを伸ばすことで音が低くなり、スライドを縮めることで音が高くなります。ただこのスライドには目印がありません。上手に演奏できるかどうかは奏者の腕と耳にかかってくるという難しい楽器なのです。さあこれからお届けしますファニースライドは、吹奏楽をバックに3人のトロンボン奏者たちがアップテンポに乗せて明るいハーモニーを奏でます。ウキウキ楽しくなる音楽とともに華麗なスライドさばきにぜひご注目ください。それではどうぞ。ありがとうございました。トロンボンセクションの3人に大きな拍手をお願いします。気分が明るくなる一曲ファニースライドをお届けいたしました。
曲はスリムトロンボーンです。Thank you.
ありがとうございました。高山校音楽隊トロンボンバンドに今一度大きな拍手を。